どうも、YouTube ご覧の皆さん、ジゴ39チャンネルです。今日はね、まあ、無職の話について、今回は無職からの空白期間が空いてからの、転職について話をしたいと思います。もう私はちょうどね、今もう無職になって1年が経って、で実はね、全く何も就職活動というか転職活動をしていないわけではなくて、いくつかのね、会社は受けています。で、なんていうかエントリー、書類選考っていうのは割とたくさん出していて、なんでね、ちょっとまあその辺、まあ半年以上、離職している期間があった上で、出しているものがあるんだけど、それがね、通ったか通らないか、まあどんな風になるのかっていうのを話したいと思います。まあまずね、こういうのはおそらくその人の経歴とかにもよるんだけど、もう今自分の場合は簡単に言っちゃうと、今32歳で、会社を3つくらい働いてたんだけど、まあ大体、まあ1年、5年、2年で辞めてるくらい、そんな感じです。で、まず一つ、まあ3つに分けて話そうと思います。まあ一つは、まあ地元にある小さい会社ね。まあ従業員の規模も、まあ50人とか100人とか、それぐらいの小規模の会社。あとは、まあ、次はまあ、大きな会社、まあ、大企業、いい会社と言われるようなところ等も含めて、まあ、大企業。で、最後に、前職と関わりのある会社。この3つで話したいと思います。まあね、まず第一に、近所にある会社についてなんだけど、まあ、こういうね、小さい会社、そんなに大きくない会社ってね、やっぱりね、まあ、想像通りなんだけど、門戸がすごく広く開かれていて、書類選考は、大方通ります。なんで、面接は、少なくともね、招かれます。まあ、どうだろうと思って、いくつか、自分の、なんていうか、その状況っていうのを確かめるために、まあ、いくつかね、出してみたんだけど、まあ、割とね、ほとんどのところが書類選考自体は通って、まあ、もちろんダメなところもあるんだけど、通るものは基本的には多いです。なんで、まあ、まだ半年1年っていうスパンだから許されるのか、まあ、これが2年3年ってなったら許されないのか、ちょっとそのあたりは、まあ結構会社によるんだろうけど、少なくともね、現時点、半年から1年程度では、まあ地元のまあ小さい会社とかぐらいであれば、おそらく、まあ面接までは呼ばれます。で、まあ面接が通るかどうかはおそらく、まあその人のまあ、なんていうか性格だったり、その仕事に対する適性だったり、っていうところでまあ決まると思うんで、まあ少なくともまあ箸にも棒にもかからないことはない。まあただそうは言ってもね、まあ待遇とかね、その辺は、やっぱり、まあ大卒で入って、なんていうか、新卒で入って、働くような会社に比べたら、まあ、だいぶ落ちるかなっていう感じはするんだけど、まあ、少なくとも、まあ、無理ではないなっていうのが、一つ、わかりました。で、次には、大きい会社。まあ、従業員も、まあ、1000人とか、まあ、数千億円ぐらいの売り上げの規模のある会社も、いくつかね、受けました。で、これもね、同じように、行くのかなって思ったんだけど、やっぱりね、こっちは厳しい条件が多くて、まあ、条件というか、まあ、書類選考でやっぱ落ちるっていうケースの方がやっぱ圧倒的に多いです。ある程度、その業種とかもね、絞って自分がまあ、過去やってたようなこと、例えば、まあ、自分の場合は、まあ、ほとんどまあ、メーカーの、まあ、営業みたいな役割をしてたんで、まあ、それに近いもので、かつ英語を使うみたいな、まあ、そういうところにね、出していて、結構ね、いくつか出して、まあ、出すの簡単だからね、こうパンポンで出せるから、まあ、ポンポンで出したところが結構あって。で、どうだろう。結構10ぐらい出してね、3つかな、面接までは来てくださいって言われたのは。そんな感じだね。やっぱりね、最初の書類選考で、止められるケースっていうのが、やっぱ圧倒的に多い。まあ、そりゃそうだよね。入る基準が、まあ、おそらく厳しいだろうっていうところなんで、まあ面接まで行けないっていうケースの方が、やっぱり多いと思います。まあその辺はまあ、その人のね、過去の実績とかね、経験に結構よるんだろうけど、まあさっき自分が言ったような、条件だと、なかなか厳しい。それがね、在職中の時にもいくつか転職って受けたんだけど、やっぱね、在職中の時に比べて、やっぱ手応えは悪いなって気がする。まあちょっと年齢が上がったっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりね、離転職。離職退職っていうのをやっぱりこうね、繰り返してるっていうのがやっぱり悪いイメージっていうのはついてるのかなっていう気はします。まあ会社の数がね、増えれば増えるほど、
まあ、ここの人事としてもね、入ってもこの人またすぐ、辞めるのかねみたいなね、ところが、まあ、多分あると思うんでね、その辺は、やっぱり厳しくなるんじゃないかなっていう気がしてます。で、最後に、外資系じゃないわ。自分が過去に、やっていた業界について。自分がね、その、過去にその仕事をしていた業界っていうと、まあ、最初の会社はほとんどもう新入社員研修で、まあ、退職したようなもんなんで、実質、どうだろう。まあ、いわゆる社会一般で認められるような経験ではなくて。で、3社目も、まあ、一応2年勤めたけど、まあ、一般的に、まあ、一応ギリギリ、まあ、認められるかもしれないくらい。で、まあ、実質自分のキャリアのほとんどはその5年間働いた外資系の会社で、で、そこでの仕事も割と特殊で、まあ、業界がもうね、本当に狭い業界で、ほぼね、複数、まあ、いくつかな ?5 つくらいの会社が独占して世界で、数、10兆かなくらいの、もっといくのかな数100兆までいかないよねくらいの、まあ、結構大きな、ビジネスをやっていたから。なんで、まあ、そういうところの、まあ、専門知識みたいなものを持ってる人っていうことで、その、いわゆる、ね、前に働いた会社の競合他社に出してみたら、もう食いつきの良さがね、やっぱ全然違うね。もう全く同じ、自分が過去やったのと全く同じような職種っていうところに出してみたら、普段だったらさ、よくある、その、まあ、リクナビネクストとかね、いろんな転職エージェントとかっていうのがいろいろあるんで、あって、実際のその人事とかと、なかなか、まあ、直接繋がることは最初の段階ってないんだけど、まあ、最初はやっぱり普通にね、メールが来て、で、まあ、経歴見て、すごい一致してるというので、で、まあ、どうしようかなって、しばらくちょっと、置いといたの。まあ、まあ、返すのもめんどくさかったし、ちょうど、ね、無職になったばっかりでね、こう、まだふわふわしてたから。まあいいやって置いといたら、今度はやっぱ向こうから電話がかかってきてね、何回もやっぱかかってきて、でどうしても、一度面接したいから、日程はもうあなたにある程度お任せするんで、東京でも大阪でもいいから、やりませんかっていうふうな話があって。おーって思ったんだけど、まあね、またでもその後いろいろ考えてさ、前の会社で働いた人と一緒に、今度はなんかまた会議室みたいなところでコンペみたいなので会うのもなんかな、嫌だなとかね、思っちゃったりして。結局ね、辞退したんだけど、やっぱりね、こう、経験みたいなものはやっぱ強いね。おそらく、まあ、何かしらの仕事長いこと勤めてる人だったら、きっとね、その関係だったら、まあ当たり前なんだろうけど、すごくね、強い引きがあると思います。だからこんなにもね、やっぱり対応というか、待遇というか、話の速さみたいなのが違うとは思わなくて。だから、きっとね、その、どこを選ぶかっていうので、だいぶ変わるような印象があります。他はね、まあそれぐらいかな、まあその3種類ぐらいで受けて、いるような感じだね。で、まあ今ちょうど1年経って、まあどんな状況かなと思って、まあ前に結構ね、頻繁に受けたのが半年ぐらいで、ちょうどなんていうか、あれ無職も飽きてきたなってチラッて思った頃があって、で半年ぐらいの時に結構いくつかね、応募したんだけど、まあもうそろそろ、1年ぴったり経つんで、まあ1年経ったらどう変わるかっていうので、まあ実はね、今もまたいくつか、まあ、いろんな会社をちょっとね、エントリーみたいなのはちょっとしてみました。まあ、どうだろうね。あの時よりも厳しくなってるんだろうかね。まあ、めっちゃね、こう自分に、合うものがね、あれば、また、働こうとは思ってるんで。まあ、今はね、無職だけど、別に無職にね、どうしてもこう、こだわっていきたいっていう、別にそういうつもりでもないんで。まあ、ちょうど、あ、これはいいですね、と。まあ、やっぱね、浜松とか静岡は、割と、ものづくりの街で、今まで自分がやってきたようなことがね、まあ、いくつか活かせるような会社もあるようには見えるんでね。まあ、そういうところが、機会が、まあ、あれば、縁があれば、みたいなこと言うのかな。縁があればね、また、働こうかな、というふうには思ってます。うん。そんな感じだな。だから、よく巷で言われるような、やっぱ離職期間があると、採用はされづらいっていうのは、まずやっぱあるね。これは間違いなくあると思います。在職期間に比べて、在職してた時に比べると、厳しくなってると思います。なんでね、こう、ある程度こう、長期の休職というか、離職っていうのか、をする人はね、多少のこう、
今後の覚悟必要かなというふうに感じました。そんな感じです。ほなまた。